コンドームというわけでございまして、待ってーって言いながら子供が出て、待ってーって言いながら、セットの下敷きになって、待ってーって言いながら、本当に熱いんですから、ね、ためにならないチャンネル、よろしくお願いします。さあ、今日のためにならないチャンネルは、私を芸能界、この世界に入れていただいた、本当最大の恩人でございます。事務所の大先輩でございます片岡鶴太郎さんです。よろしくお願いします。どうも。いやいやいや、お前に行けたりました。あ、よろしくお願いします。お世話になります。いやいやいや、ありがたいですね。もういや、今さ、はい、あのビバリーヒルズ、はいはい、高田文夫さんのビバリーヒルズ、そうそうそう、それで、はい、まっちゃんの話になってさ、はいはい、で、あこちゃんが、はいはいはい、で、あこちゃんに放送禁止を禁止になって、そうそうそう、で、俺がフォローしてんだから、で、はいはい、松原まるだろ、あれ、あの芸能界入れたら釣れちゃったろ、で、それで俺もまたフォローしてんだから、全部、釣れちゃんのフォロー、俺が全部してんだよって言われて。そうですね、松本明子さんのオールナイト富士で、あの4文字発言をしたんですよね。発言さしちゃったのが、はいはい、私誘導しちゃったからね。でも、あの四国の方では、うん、あの4文字じゃなくて、うん、だったらしいですね。はい、だから結構アッコさんも言いやすかったらしいですね。そうなんです。ワンバンコみたいな感じで、って言ったらしいですね。鶴太郎さんがいましたから、鶴太郎さんと鶴子さんって本当重大なことをしてます。本当にひどいことしてるんだよ。してますよ。まさか言うと思ってなかったっ。そうですよね。まさかね。めちゃくちゃでしたもんね、あの時代の。僕、オールナイト富士、僕、テレビ山口でネットしてないので、うん、テレビ山口と日テレ系の山口放送と TBS 系のテレビ山口を同時に押すと、うん、テレビ愛媛が入るってことに気づいたんですよ。でテレビ愛媛はオールナイト富士がネットしてたんですよ。ああ、そう。映り悪い中、鶴太郎さんが出てるオールナイト富士を見ましたから。へー。そしたら鶴太郎さんがコンドームというわけでございまして、やってましたよ。コンドームですかなと思ったら、コンドームというわけでございまして、もうめちゃくちゃ8時は表現力で近藤です、自動ですって言ってて、でその夜中は大丈夫だから、誰も見てないからと思って、はいはい、近藤を無理とかというわけでございました。すごいよね、あれさ、とにかく開口一番っていうね、はいはい、まずはやっぱりあのキャメラの下から出てきて、はいはい、下から出てきて、セックスというわけでございました。今週も始まりました、オールナイト富士。そんなのばっかりだもんね。いや、でもあれが、あの時代って、ああいうセックスとか、いうのが、もう僕らみたいな10代の人たちにとっては幸せですよね。そうなんだよね。もう、あの一言見るために、毎週見てたって言って、あの、マツコさんも言ってたもんね。ああ。こう出てきて、ふーって言ってて、いいもう、さあ、そういうわけでございました、今週も。それだけだ。もうだってさ、そうセックスなんて言っててさ、しょっちゅうそんなこと言ってたから、うちの長男がさ、はいはいね、まだ4歳か5歳ぐらいで、パパの言うことだからって、セックスって言葉を覚えちゃって、それでさ、俺の真似するわけですよ。はいはい、で、電車でさ、こう駅に着いてパーッと開いたらさ、セックスもう神さんに怒られたの、やめなさい。そういうこと真似するんじゃないで、俺神さんに怒られてさ、怖いよ、もうテレビでセックスだとか、もう陰謀だとか言うの真似するんだから、もう扉開いた時にセックスとか陰謀って、もうそんなのばっかり恥ずかしようがないんだから。あれ、今の沖縄マネジメントの社長ですね。そうそうそう、高松さんね。はあ、彼はそうなんだ。高松さんってひょうきん族も出てましたね。出てた。子供が一回、なんかひょうきん族の子供特集ってあったじゃないですか。そうそうそう、子供特集っていうかね、なんかこう家族が出るやつで。そうそうそう、それでさ、あの新春なんですよ、はいはい、あのひょうきん族のお正月元旦スペシャルかなんかで、それでマッチの家へ行くって言って、はいはいはい、でマッチとマッチの実家、俺の実家、はい、でそこにかみさんも、はい、そして生まれたばかりの長男もいて、でマッチは独身だっていうことで、はいはいはい、だけども、まあ、私のところにはかみさんも子供もいるって言うんで、それを俺が隠そうとするわけ、はい、待てーって言いながら子供が出て、待てーって言いながらこう、お尻に隠したり、それで子供が出て、神さんも出てって言ってやりました。お正月ですよ。お正月のなんかね、家族がみんな出る、そうそう、ありましたよね。たけ様のみきこさんと漫才やってた。そうそう、で俺もかみさんと漫才やってましたからね。そう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 、覚えてる。僕らあれ中学3年ぐらいだったからよく覚えてますね。覚
覚えてる、ね、それ今となったらお宝映像だよね。お宝映像です。森尾さんの息子さんの秋典くんがなんか一緒にちっちゃいのがスタジオをうろうろしてるの。あ、その秋典くんってのはあの後に重量挙げて国体出るんですよね。この西川あの森尾さんの。あ、そうなの。そうなんだ。からああいうの子供の映像って撮っといたら絶対そうですよ。使えますよ。原点パパなんか一から全部撮っとけるんですよ。なんか偽タネとなってますよね。本当だね。そうですよね。うわ、びっくりしましたね。それは知らなかった。のりおちゃんの大企業の大企業さんがのりおちゃんポーンのりおちゃんポーンやかましいわみたいな。木村和也ペアコ対抗バンバザーイなんて昔いる不祥事の時もなんかラジオでめちゃくちゃしてましたからね。大好きだから。ほんとゴシップ大好きなのりおちゃんだったですね。まあじゃあ今日ちょっとひょうきん族の頃のお話を。ひょうきんの頃ね。ひょうきん族もう今から35年ぐらい前になりますか。はい。ねえ、まあなんと言っても、あ、そういうのさ、はい、今日高田さんから聞いたんだけど、ひょうきん族 の、 あの佐藤ちゃん、佐藤義和さんはお亡くなりになったんですよね。そうなんだ。高田さんから聞いたの今日。はい、新聞出てましたからね。佐藤義和さん、ね、ゲーハー佐藤、ひょうきんディレクターズですよね。そうなんだ。この笑っていいとも行くといつの頃鶴太郎さんの楽屋に佐藤さんが来られていろんな話してましたよね。そうなんだ。ちょっとこうスタイリストな感じで、そうですね。どうなの？なんか落ち着いた感じで。最近どうなの？釣り遊んでるの？いや、この間もさ、モテちゃってさ、モテた話するんだけど、自分から言うか、モテちゃってさ、クラブ行ったらさ、僕はそんな気ないんだけど、なんか向こうがさ、なんかさ、ちょっとさ、モテちゃってさ、モテる自慢を。モテる、モテる自慢。小木野さんとかも現役。もう小木野はもう、小木野さんも。小木野はもう現役ですよ。はい、もう未だにビビンバですよ。もうモノマネが大好きでね。はいはい、だから私はね、小木野さんと私本名小木野だから。はいはい、で小木野さんは小木野茂なの。はいはい、で私は小木野茂で。はい、で茂という字も繁栄の繁という字、はいはい、で私はその繁栄の繁にあの押す優と書いて荻野茂で、はいはい、だから最初荻野さんの名前見た時に俺これミスプレかなと思ったの、はい、え、荻野茂、あ、荻野茂さんなんだと思って、それで荻野さんと会って、でそこからなんかねこう名前も近いっていうこともあって、まあ、とにかく荻野さんがいろいろ、まあ、鶴太郎版でしたね。あの、ひょうきん族のコントの時っていつもあの鶴太郎さんの担当で荻野さんでしたね。荻野さんだったの。でそれで、鶴ちゃん、ちょっと来てよ。あの、ちょっとあの当時まだ川田町だったから。はいはい。それで、あの、ちょっと来てって言われて、日曜日ですよ。で、川田町のフジテレビに行って、鶴ちゃんこれ、マッチこれ、人気ある人、これあの、もう来週1位になるから。もうあの覚えてる。ちょ、待って、ちょっとやって。え？俺マッチですか？いや、それじゃマッチ。はいはい、マッチ。で、俺のマッチをやってくれたのが荻野さん。で、俺マッチなんかやっとんないんですよ。はいはい。だって、なんか、俺あれ、モノマネなのかなってちょっと思ったことありますね。なんか、モノマネじゃないの？そうですもんね。なんかあの振られて万歳の時もレコードになって鶴太郎さんが踊ってて、プレイヤーのとこだけジャンプするんですよね。あの海が泣いてるジャンプして、風が吠えてるジャンプしますよね。あのプレイヤーのとこだけジャンプして鶴太郎さんがレコードになってましたもんね。ちょっと葉っぱであっぱら俺が嫌われてお前のラピータージャンプ。よく覚えとるね。銀キラ銀の時ですか。じゃあそれがマッチの最初。最初なの。それで日曜日でしょ、で、ひょうきんの収録って水曜日なわけですよ、はいはい、3日前ですよ、うん、3日前にテープを書かれて、つよちゃん、マッチ、つよちゃん、マッチって、俺、マッチですかって、いや、マッチ、もうマッチやるから、で、覚えて、ギンギラギンにさりげなくてから、マッチをやったことないから、で、それで俺がマッチをやるんだと思って、で、つよちゃん、もうこれやったらば、あので、台本見たらば、ギンギラギンさりげなく。ひょうきんベスト10第1位でマッチですって出てきて、でマッチ、元気に歌って踊る、でマッチは、セットの下敷きになってマッチ死ぬって書いてあるマッチ死ぬなんですよ、はい、あ、じゃあもうこれ一瞬だけなんだと思って、いやもうそんなにモノマネというよりも歌うことないんだと思って、まあ、とりあえず歌を覚えて、はい、で歌を覚えて
で水曜日終了です、はいはいはい、で何があるか分からない、はい、そのセットがね大きい大木があってちょっとこうあの小屋みたいなところがあって、でそこでつんちゃんって歌いながら中に入って、それでこう木もあるから、でマッキーっていうのはあの元気のいいあのなんかこう元気っ子だから、はい、とにかくはちゃめちゃに歌ってって言って、はい、分かりましたって、それでリハーサルはもう音合わせだけなんですよ、はいはい、でギンギラギンさりげなくさりげなく生きるだけさーって歌って OK、 じゃあ本番行きますですぐ本番の、それ で本番はじゃあのこの小屋の中入ってきてねって言って分かりました、冷めた仕草で熱く見ろ涙残して笑いなよってダンと小屋の中ダンと入ってったらば鶏がいたんですよ。鶏だなと思って、俺が急にダンと入ったもんだから、鶏がパーッと驚いて、鶏が飛んだんだよね。はいはいはい。あ、鶏で飛ぶんだと思って、でギンギラギンにも飛んだと思ったら、そこで爆竹があって、ダバダバンって言ったら、鶏がまた、カーッカーッてもう反響欄になって。で俺ももうその鶏がさ、はい、もう足爪ぐらってくらんなって鶏が鷹みたいになっててぐらーって俺のとこもう襲いに来るし、はいはい、でその小屋から飛び出て、で今度はこの大木があるからそこをもう、はい、もう暴れて暴れて、そしてその大木の下になってギンギラギンにさりげなくってこう死んだわけですよOK くれて OK って終わって、でこれで終わって、じゃあ全然 OK ね、はい、でもないなと思って、でこれをその翌週も取って出しでしょ、はいはい、オンエアしたらば評判良かったです。はあ、あれからですかね。だって鶴太郎さんももう味を占めてバッチでーすって言ってバッチでーすちょっと間がありますもんね、バッチでーすね、もうあの、はい、ため芸ね、ため芸があって、俺なんかあの冒頭に乗るときも面白かったですね。真夏の、はい、今日、今週第6位、真夏の1秒、近藤真彦です。この部分が、ジェットスキーかなんかになって、岩みたいなとこガーッと使ったり、ムービーベイビー夜明けまで、シュートラキスたまらない、プカーン結構岩とかぶつかってね、何もないさって結構石ぶつけられたり、あと最後バッチリありがとうってブクブクブクと沈められてあれですね。だから元祖やっぱり肉体芸人のね、役者芸人だそうですね。だっておでんだって鶴太郎さんですからね。ダチョウさんがなんかこうおでんおでんって言うけど、あのやっぱりひょうきん族のコントでね、おとっさん体の具合が悪いのかい、おとっさん死ぬ前に何か食べたいものおでんが食べたいんですけど、それで死ぬ前にお父さんにおでんをつけね、朝作ろうぜね、たけさんが頭パッと飛び上がるってやつってましたね。最初はね、最初はね、たけさんと二人のコントで、もう台本なんかこんなもう高田5、6分のコントなんですよ、はいはい、で、たけさんがあの鬼柄本能で、はいはい、私が浦部久美子さん で、はいはい、で冬という設定 で、はい、で部屋にこうこたつが置いてあって、でその上にみかんが3つ4つ、はい、で冬という設定だから、あの鍋物がぐらぐらぐらで、鍋物ってこれは要するに状況設定で冬ですよって言って、はい、冬ですよ、だからこう鍋の蓋の上からホクホクホク平和的なこう湯気が漂って、外は寒いけど中はあったかい、ある種の冬の情景ですよって、まあ、トガキみたいなもの、はいはい、だからこれは触るもんじゃない、あれ消えもんですから、うん、で触るもんじゃないから、小道具さんももうこれもう全開にしてボコ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 やってるわけで、触っちゃダメですよって、これ危ないですからね、冬という設定ですからねって言ってて、なんで武井さんが鬼瓦本能で、でなんかいろいろこうやってやったらさ、でおばあちゃんどこでおばあちゃんよ、これおでんさんだろ、おでんいやちょっと待って、いや私おでんのあれって猫人だったから、おでんのどこじゃないよおばあちゃん、おでん出してだろって、でそのカパッとやったらさ、もうそれ使うと思ってないから、はいはいはい、もうぐらぐら見てて、カパーっとから鬼のような湯気がモクモクモクってあるから、そうしたらたけしさんがもういいものですね、おばちゃんおでん好きだろって、もう大丈夫です。それであの巾着ですよ、はいはいはい、巾着がばってきてやると思って、あの巾着ってあのお揚げのもうこっちの一番熱いやつ、はいはいはい、熱いやつ本当に熱いんですから本当に熱くて、はいはいはい、それでこう焼いてから、で私はもう暑いから、はい、そのセットから飛び出て、こたつから飛び出てスタジオに逃げて回ったで、スタジオに逃げて回るとカメラさんが追っかけてくるでしょ、はいはい、でそうすると見切れたわけですよね。
今までテレビで見切れるってことはないですよね。ないわけです。でそれをさ、まあ、ひょうきん族ってそういうことやるわけですね。見切れるから映っちゃいけないところをこう要するにこうバックヤードというか、出したもんで、あれ新鮮でしたね。新鮮なの。大道具さんとか小道具さんとかマネージャーとか、はい、ディレクターとかで、マネージャーなんか映っちゃいけないもんだから一目散逃げるんで、そのその姿が面白いわけで、これで受けちゃって、めっちゃ面白いよそのリアクションなんて言われて、それでそれからですよ、おでんが、おでんが毎週毎週全然関係のない設定の中にも、こっちはおでんが出てくるからね、なぜここにおでんが必要なんですかっていうおでんが、あの時はもうあれから毎回おでんですかね。そうね、ある時はスキー場のゲレンデの真ん中でからなんでこんなとこおでんがあんのスキー場でおでんやるんだから、ね、あ、それからですよ。だってあのなんかプールみたいなところで、あの鶴太郎さんが泳げないのに、なんかこう重りみたいなの持ってブクブクブクってこうやってる時に、ね、たけしさんがね、あ、やっぱりちゃんとしてるな先輩だから、鶴太郎捕まれって言って、 俺がおい、これ何に捕まれって言った、たけしさんいい人だなって思って、ありがとうございますって、鶴太郎が持った瞬間に死ね鶴太郎って話してましたもんね。あれ重りのまま鶴太郎さん本当にブクブクって、いやいや、あれね、あれね、あれなんかあの本当に助けたんですよ、なんか本当に保安隊、保安隊の人が、もうだって足かせとかね、ここでね5、6キロつけられて、それで4メートル、5メートルのところで、それでポンって、でそれだろう、あれだよ、あの苦しくなったらこれトントンってやれよって言って、はいはい、トントンってトンズブズブっていったら、本当に俺ズブズブって言ったもんだから、はい、あの飲んじゃったっけ、でもやばいって言ったら、ちょっと当たりがないって、ズズズズって言ったらさ、もう当たりがない、当たり離しちゃってるから、はい、俺本当に死ぬかと思った、あん時俺は本当にたけしさん恨んだね。この人本当に鬼だなと思って。いや俺なんかあの映像の時、鶴太郎さんのなんか九死に一生を得るスペシャルじゃないけど、なんか本当にいつもこうロープを投げるたけしさん、いや面白いなと思ってましたね。すっさめ、それで俺はってゴーンって言ってて、ああやばいと思って、そしたらさ、あのプールのはしご段、はい、それがあったから、それで、はい、たけしさん頼ますよって本気だと思ってる。だみんなゲラゲラゲラ笑ってるわけ。いやあの頃あれですよ、たけしさんは本当にもう鶴太郎さんのことをおもちゃみたいに、もうおもちゃでした。もう何かあると鶴太郎さんみたいな。でしたね。もうね、そうやって鶴太郎来てんのかみたいな。たけしさんのオールナイトニッポンもあの鶴太郎さんのコーナーもありましたね。あったあったあった。色物広場、ね、私の事務所の先輩に若戸明っていう先輩がいまして、若戸明の広島の営業のネタをちょっとこう私もこう勉強させていただこうかなと思いましてね、若戸明に行きまして北海道行きましたらね、鮭がピチピチ晴れてましたね。それでは郷ひろみでお嫁さんまで、オチがないんですよね、オチがないんですって言って、あの、あ面白いなって漫談聞きながらね、漫談の途中で CM 入れちゃったりしましたね。鶴太郎バカ野郎、今までお前が喋ってたのはな、全部お前 CM だったんだバカ野郎ほんと、あのそれ色物広場ね、もうだからね、あれはね一番やっぱり鍛えられたね、もう一番こうなんつうんだろう、落ち込んだし、そして何をやってももうあのブースの中一人でいられてさ、はいはい、もうやっぱり緊張もするし、あの普段喋ってるネタも緊張してるから、なにも面白くないし、で途中 CM も入れられるし、はいはいはい、もう本当にしんどかったね。だから竹志軍団さんとかまだあの入る前だったから、結構本当鶴太郎さんが本当に竹志さん、うん、もう一番最初だよね。もうだから竹志さんのおしゃれ小鉢バーターだったから、バーター業界でよくタダでお世話になるバーター、僕も鶴太郎さんのバーターで、ダチョウさんとかみんなバーターでしたからね。そうそうだよね、翔英さんからみんなこのブッツンファイブの皆さんバーターでしたですね。ありましたですかね。だから氷金属っていうのはさ、そういった意味ではもう35年ぐらい前だけど、まあいろんなことやってきたね。でなんかこう割と2ヶ月おきぐらいにまた新しいものまねを鶴太郎さんが発明して入れてましたね。そうだったね。だからさ、要するに今ほらモノマネいろんな人がいるけども、そのやっぱどうしても今モノマネしか、そのモノマネのステージをやるとかモノマネしかやらないけど、その我々はやっぱりそのひょうきん族でモノマネもやりながらコントができたからね。あ、それがすごいですよね。それが一番良かったんだと思うんだよね。だからモノマネといえどもさほど声にこだわらずに面白くやろうという方にこうシフトしてって、本当にモノマネやったら若さんにかなわない。
若田さんは若田さんは本当見てらっしゃいますよね。めっちゃ見て、彼はほらマジだから、はいはいはい、だからマジだけにこう模写するっていうことに命かけてるから、はい、だからあんまり笑いという方にはあんまり行ってないんですよね。若田さんなんか当時ビデオとかない時代だったらもうあのモノマネする人物のレコードのジャケットずっと見つめてるって言ってましたよね。まだビデオない時代だったらカーって言ってましたよ。当時のマネージャーだった瀬名さんが言ってましたですね。あの人もだからそういったね、モノマネするっていうのはかなり狂気じみたやっぱりそのモノマネの取り方してるよね。まあ、松村はまた別の狂気があるけども、あの若狭さんはそういった意味では模写する、その要するにコピーするっていうものに関してはそのまあ音楽的に彼はやっぱりセンス持ってたし、きちんと歌も歌えるんで、その辺のモノマネの仕方はすごいなって思って。でも畑健二さんとか若田明さんとか、まあ、北口光彦さんとかそのモノマネの諸先輩の方々って歌マネがこう主流だったり、コロッケさんとかも後々こうなんでしょうけど、でも僕鶴太郎さんすごいっていうのはこうモノマネを全部漫画にするのが僕はすごいなと思った。なんかこう浦部久美子さんだったら別に浦部久美子さんの真似をそのまま書いてやるんじゃなくて、どうなんでっちゅうよーだとか、なんかこう伸ばしたりよーとか、なんかなんだろう、ちょっとこう小森の お化けちゃばよとか、なんかこうちょっとショートショートで全部を漫画にしますよね。あ、そうですね。それはね、それはやっぱりね、やっぱ若田さんという存在がいたからだ。若田さんがいて、要するに模写ではもう完璧にこれはかなわない、はい、じゃあどうしたらいいか、どうしたらいいかとなったら、俺はそのモノマネを面白く、それでデフォルメして、でキャッチーな言葉でやっていこう。でそういうこうだから、要するに、まあ、当時やっぱり若狭さんと私は私にとってはもうライバル、先輩だしライバルで仲がいいけれども、やっぱりそこで自分のその自分のモノマネの仕方を何とかしなきゃいけないということで、結果そういうモノマネを壊していく、まあ、笑わしていく、ギャグにしていくっていう方向に行ったんです。ね、そっからこうモノマネをこうデフォルメの形に変えていったんですね。そうそう、だから最初具志堅さんなんかね、やっぱりその世界タイトル取って、あのそうですね、そしてねやっぱり相手右打ってきたから、その右かわしてね、で打ってね、それでやっぱりチャンピオンなんでね、やっぱりなりましたよっていう、そのそうですねっていうのが、うん、私にとってちょ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 ねちょ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 ねって聞こえたもんで、でそれちょちょねちょちょねって、でそれなんかねちょ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 どんどん変わってきますね。どん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 やるして好きなものはちょちょとか言ってちょちょって言ってくる。本当あので塩沢時さんなんてもうあのもうデフォルメもデフォルメでも塩沢時さんの頭して本当だよ、ね、あら何があらってなんか一言だけなんだけど、なんかこうウィアーズワールドみたいな形であらってこれもう後ろのシルエットで見てもあ鶴太郎さん、これ新しいのやられてるな、塩沢時さんと、あら、あら、何塩沢時さんと、あら、あら、あら、面白いですね。そうだ、あとあれだよね、あのブランスアートモリさん。あ、モリさん。私たちの国ってそうですよ、ちょ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 、ゴールデンにすれば、そうですよ、とかね。これだ、私の国ではって言って、鶴太郎さんがちょうど摂津春風やってる時に、ヤバシロの国ではあ、モレシャン入ってるな、ヤバシロの国では鶴ヶの国ではって、なんかこう、なんか国ではと鶴太郎さんが国ではって言うと、あ、モレシャンかな、あ、モレシャンが入ってるなって、セッツの国ではって、あ、モレシャンだ、モレシャンだってこと、なんかあれ、なんかやっぱりこう、鶴太郎さんの中って、なんか何かが入ってるなって、ちょっとモノマネの誰が入ってるんだろうと思った時、それすごい、モレシャンなの。俺は全然ね、あのモレシャンを入れるつもりはなかったんですけど、ヤマシロの国ではとなるほどね、ヤマシロの国ではそうですよ、トイレにセボン。せつにせぼーせつにせぼーそこに長谷川博さんが真面目に言って、山城の国ではそういうことがございますかって言った時、山城の国ではまたそういう発見があるんだ、また遊んでるなと思って見てましたね。そうでしたか、なんかモノマネが全部ね、このね、
松村邦洋、ためにならないチャンネル。まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。